というわけで今回ののはね31分の、特急 A 特急長野駅 A 特急とね B 特急というのがありまして、 A 特急はね、新州中野、小布施、須坂、権堂って感じで止まるんですけど、 B 特急はね須坂、朝日、朝日、信濃吉田、本郷、市役所前に止まるっていうちょっと停車駅が多いものになっています。ここだけ LED、あとはマップ好きなの謎だよ。そうで、今回乗車する、こちらで、はい、こちらでございますよ。すごいね、うん、全然広い、スペーシアとかよりも。あ、ちょっといじるのは後にして写真撮影タイムだ。でね、これ車内設備といったところなんですけど、ここにね、これ他のね、個室では見られないこちら、ここのボタンを押すと、おっと見えないってことだね。でこっちを押すとこっちも消えます。この液晶ガラスみたいになってるね。秩父鉄道ね。いやー、まあちょっと短いですけど、まあ1時間ぐらいの旅ですが、個室楽しみたいと思います。お待たせいたしました、ご乗車ありがとうございます。この列車は特急スノーモンキー長野行きです。停車駅は信州中野、大伏瀬、須坂、権堂、終着駅長野の順に停車してまいります。次は信州中野です。Thank you for using the Nagano Dentetsu line. This train is the limited express Snowmonkey, bound for Nagano. The next stop will be Shinshu Nagano. お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。特急 Snowmonkey 長野行きです。次は Shinshu Nagano に停まります。この個室のね、素晴らしいところはやっぱり隣の個室がないから、本当にどんちゃん騒ぎしてもね、本当に隣ないもんね、うん、最高だよ。今回ね、おごっていただいたんで、本当にこれが個室券おごっていただいたものですけど、1000円、4人、4人、2名料、これ1人でも1000円、まあ、逆に4人で乗ればね、1人当たりいくらだ、250円ぐらい、おかしいな、まあそんぐらいで乗れますね。で、ほんと1部屋しかないから倍率も高いで、それで湯田中駅か、湯田中始発のやつは湯田中駅からで、中野始発のやつは中野駅からしかも、これは買うことは長野駅でしか買うことはできない。途中駅はもう空いてる場合に限り車掌に言えば乗れるみたいですけど、電話しても無理だと思うね。そう、電話してもね、わからなかった、他は買えないって言われて、まあでもなんとか。で、これね、スーパービュー踊り子と同じように座面がね、動くことによってまあ倒れる感が出ると。この上がね、トランクになってて、これはまあ荷物置き場が、でね、読書灯もありますね。本当なんかやっぱり JR のスーパービュー踊り子の本当に似た個室ですね、ここ。でもスーパービューよりも広いし、贅沢だし、全然こっちの方がいい。あ、もう本当に今まで乗った個室の中で一番いいかな、ここ本当に。そう、スペーシャー全然いい。スペーシャーってね、広そうに見えてあんまり広くないし、そんなにね、座席も柔らかくないし、これ本当ベッドになる。あ、でもこれ上がんないのか。本当だ、上がるね。ダメだ、寝れないですね。でも本当はコロナでね、まあいわゆる他の人との接触を避けたいっていう時はね、
グランクラスで長野まで来て、この個室に乗って歌仲間行けば、もうほんと密、密対策万全だよ、ほんとに。朝丸グランクラス。本当体感で分かる、本当に山降りてるって感じが、ね、なんかさ、やっぱね、なんか丸いよ、丸いって言っちゃいけないな、んかあのずっとカーブしてさ、なんか勾配緩和しようみたいな、ちょうどね、なんか自分の中の方が山の方に上がってて、だん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 下界にピッチで、下界に降りてきてるんですよ。この区間はですね、単線なのでやっぱり途中のどこだろう、信州中野かとか、信州中野も、そうだね、次信州中野、信州中野から先なんか単線区間なんですよね、あの呼吸車、普通列車の道でも年功掲示板復活したわ。さっきあの、はい、これ高校生だけでね、800円、まあ中高生800円乗れるんですよ、これもうただと2000円ぐらいする、安い。We will soon make a brief stop at Shinshu Nakano. The stop after Shinshu Nakano will be Obuse. あれあれ、あの信号機、こちら向いてますよ。なんだろう、金屋。お、マッコクジラだ。お、バグ。なんかね、中野電鉄って特急列車専用のなんか車掌さんがいる気がします。なんかそんな感じがする。専用なんだろうな。そんなこともないか、普通のもの乗るか。あれなんだと思います。車掌さん兼販売員として、まあ、いわゆるアテンダント、まあ、アテンダントまではいかないかな。すごい、でも本当長いですね。長いようで短いんだよね。1時間ぐらいしか乗んないから。個室が1000円で安いと思う気持ちもあるけど、妥当っちゃ妥当だよね。1000円以上だったら乗んないもんね、もはや。わかる。JR の周りの個室ですら、まあ、皆さんも考えると思うんですけど、あれと比べたらやっぱりこれは安いです。逆にこの距離で1000円以上取られたらもう乗らないレベルに達するから。乗らないレベルに達する。電鉄ってさっきの信州中野か湯田中か、本当普通電車の本数が少なくてほぼ特急みたいな状態ですよね。で系統分離もしてて、信州中野から先湯田中方面は2両編成のあのマッコウクジラが行ったり来たりしてるんですけど、結局あの湯田中までは直通で長野が行けないので、やっぱり強制的に特急を使うことに、まあ、大体になると思うんですけど、そうなった時に、ね、特急料金いくらかって特急料金100円なんですよね。フリーパスを持ってればそのフリーパスに特急料金入ってるので、特急乗り放題、ある意味長尾電鉄は無敵なんですよ、そのフリーパス持っている。すごいですよ。で、ましてやさっきの高校生はフリーパスでも100円の特急料金が入ってるんで、僕今回2回特急乗ってるんで、あれ、実質600円なんですよね、もう。600円ってことは片道300円で湯田中往復って、とんでもないことです、本当に。すごいね。この先進む線路がこうやってずっと見えるの。すごいな。カーブで。あ、わからんくもない。やっぱわかるよね。なんか俺はね、あの千と千尋にね。ああ、トトロじゃねえや、千と千尋か。あ、でもこれ線路繋がってんだ、俺一応。これすごいですよ。あの終着駅長野の順に停車してまいります。次は須坂です。This train is the limited express Snow Monkey bound for Nagano. The next stop will be 須坂。
キーハナさんがミックスしたスノードンキーですよ。車庫入りしてんのか。まもなく鈴坂に到着です。誰か品野鉄道のどうだ、ヤシロか。ヤシロだね。そこまであったんですね。鈴坂線だっけ、あれ違う、ヤシロ線か。うん、あ、マッコがいっぱい。おお、アンマン電気ついておりますよ。七武鉄道と同じ音楽なんですよ。下新線もあるよ。んここだ、あ、本当だ。北品野線っていうべきか。いいですよ、このまま。あの新幹線だんだんね、列車がこのまま近くから出ました。これも善光寺下と権堂の間、ほんと短い。善光寺下、あ、また湯煙だ。湯煙多いですね。多いね。コンビニ湯煙かな。どっちか多分違うし、これは善光寺下。まもなく権堂です。 We will soon make a brief stop at 権堂。The stop after Gondo will be the Nagano Terminal. まもなく Gondo に到着です。降り口は左側です。Gondo で降りのお客様、お忘れ物はございませんでしょうか。Gondo ってなんだろうね。やっぱり道って書いてあるから、善光寺と関係あるの？左側の道が開きます。ご注意ください。銅像が眠ってる。Gondo に到着です。なわけないか。その道と違うから。いやー、今度は面白そうですよ。長野行きです。次は終着駅長野です。 This train is a limited express snow monkey bound for Nagano. The next stop will be the Nagano Terminal. 長野区のご乗車ありがとうございました。まもなく終点長野、終点長野に到着をいたします。よし、長野に着いたか、降りますか。さて、長電とはもうしばらくはお別れですね。いやー、ローカルの駅、長野電鉄のね、スノーモンキーの個室配線、本当に素晴らしいので、皆さんもぜひ乗ってみてはいかがでしょうかね。1日で1部屋1000円なので、まあ、1人で貸し切りなんていうのもそんなにハードルが高くないと思います。というわけでね、ご視聴ありがとうございました。